レディーガイアのチャネリング、私は人類の皆さんと常に共にありました。そしてこれからも共にあるという気持ちを持っています。地球、つまり私は今また大きく段階を変えようとしています。それに伴って地球の表層で住んでいる皆さんにも大きな影響があることを理解しています。さらに言えば、皆さんも地球の一部です。ある角度から言えば、皆さんは私の一部であります。これは強制的なことではありませんが、皆さん自身がその地球の一部として、もしこのアセンションの道を共に進んでいこうというふうな気持ちを持ってもらえるのであれば、皆さんも地球の一部として今この地球にできることに取り組んでほしいと思っているんです。地球のためにという意識ももちろんいいですが、自分のために生きてください。皆さん自身が地球の一部なので、皆さんが自分を大切にするということは、地球を大切にしていることと同じです。皆さんのエネルギーと地球のエネルギーはつながっています。皆さんが喜びを感じると、皆さんの足の裏のエネルギーを通してこの地球に伝わり、この地球というレディーガイア、この地球という意識もとてもたくさんの心地よさを感じることができるんです。この共鳴というものは、地球の意識である私にとっても本当に幸せなことの一つです。皆さんは今、自分の喜びを通して地球のアセンションに協力しようと思う人たちは、自分の幸せを通して協力してください。人類の皆さんたちの多くは、より地球のアセンションがスムーズに進むように、より地球がさらに美しい星になっていくようにと深いところで思ってくれています。もしこれを聞いてくれているあなたが、その地球のこれからの美しき発展を願ってくれているのであれば、自分の喜びというものを通してぜひ協働していきましょう。その際に大切にしてほしいことが一つあります。皆さんが自分の喜びを感じることに取り組んだ時、ああ、これはきっと地球の役にも立ってるんだな、これはきっと地球も喜んでるんだなっていうふうに、できるだけ思うようにしてください。皆さんのその、ああ、地球も今喜んでるんだなというその意識を向けるということが、私レディーガイアにとってもとても深い共同を感じ、深い共鳴を起こしていくことにつながります。頭ごなしない意味で地球のことを考えてねというふうに言っているのではありません。皆さんのことを私は地球の一部だと思っているので、だからこそ共同できることを共同したいというふうに思っています。きれい事のように聞こえるかもしれませんが、愛でつながっていきましょう。人類の皆さんと私レディーガイアの愛の共鳴が起きるということは、本当にパワフルなことなんです。これは私も、そしてもちろん皆さんも本当に多くの喜びを感じると思います。深いところからこみ上げてくる喜びです。そのこみ上げてくる喜びというものを、ある意味では自分たちのこの喜び、深いところから込み上げてくる喜びを一つの魂レベルでの報酬として受け取り、そしてまたさらなる光の時代に入っていきましょう。きっと皆さんにとって地球という場所は必要な場所だと思います。そしてもちろん地球にとって皆さんも必要です。より人類の皆さんの中でアセンションしていく地球に共鳴していってくれる人たちが増えることを私は願っています。そして皆さんの喜びがより豊かな形になっていくように思っています。これまでの戦い、戦争の歴史やそういった争いの歴史、自然破壊の歴史、そういうふうな形で見守るという、そういった形から、これからは美しい星を共に作っていくっていう、そういうふうなベクトルで皆さんのことを見守り、愛し続けていきたいと思っています。いつも本当にありがとうございます。この言葉を聞いてくれた皆さんに感謝します。最後になりますが、心の底から皆さんの喜び、そして発展を思っています。どうもありがとうございます。